けるわ結構。はい、皆さんこんにちは。今日はちょっとスーパーに行って卵を見てきます。3日ぐらい前かな、ヤフーニュースにロシアの卵めっちゃ価格上がってて、バラ売りも始めて、で行列ができてるとかいうニュースが出てました。でまずバラ売りはもう昔から市場とか行ったら普通にありましたね。でちょうど1年前にビデオに卵の価格ちょっと撮ってて、たまたまで、その時が143ルーブルでした。10個で。10個143ルーブル。で、今、現在いくらになってるのか。で、まあ、ヤフーニュースにはめっちゃ値段上がってるって書いてあったんですけども、多分全然上がってません。で、バラ売りに行列も、もう間違いなくできてない。っていうか、冬なんで、市場にバラ売りする人、多分出てない。なんでそんなニュースを書いてるのかなと。まあ、ちょっと行って、実際どうなのか、ちょっと見ていきましょう。はい、では行ってきます。はい、着きました。で、一般的なあのスーパーマーケット来ました。まあ、高級でもなく、あのディスカウントスーパーマーケットでもなく、普通な皆さんが使うスーパーマーケット来ました。はい、では行ってみます。はい、サンベリーという、まあ、極東では一番有名なスーパーマーケット行きます。このチャンネルで何度か出てきてますけども、はい、行ってみましょう。はい、まあちょっとついでなんですけども、はい、野菜もいろいろあります。はい、そして卵来ました。卵、あ、卵はない。少ない。10個で139ルーブル。去年より安いのもある。はい、149ルーブル。と、154ルーブル、159ルーブル。普通ですね。普通に値段も全然上がってない。普通にあります。残念でした。日本のニュースはちょっと違いますね。はい。で、これからちょっと市場にも行くので、市場も見てきます。はい。では。はい。で、ちょっと、もう一つ紹介します。日本の炭酸水も売ってます。で、もう一つのサブチャンの方の、絶望ロシアグルメの方でウイスキー飲んでるんですけども、ハイボール使うのに、ハイボール作るのにこれ使ってます。79ルーブル。まあ安いです。100円ぐらい。まあ100円ちょっとかで売ってます。それと、コーラはもう中国ですね。これ普通です。中国になっちゃってます。ファント、あ、ファントも中国か。ファントも中国ですね。はい、入っています。でも、オリジナルのコーラもありますけども、219ルーブルでめっちゃ小さいやつ。はい、あ、リサイクルしてねって書いてありますね。まあ、一応あります。って感じですね。はい、ということで、ちょっと市場の方に向かいます。はい、ではちょっと市場に向かいます。で、まあ、スーパーの卵の価格は、まあ、そんなものだろうとは思ってました。はい。大げさにニュースを書いてるのは、多分いつものことだと思うので、日本は。はい。まあ、市場も、ま、行列は間違いなくできてないんですけども、まあ、様子だけちょっと見てみましょうか。私、卵でも寒いから売ってないと思うんですよね、外で。はい、市場来ました。卵、めっちゃ寒いんで、絶対売ってないと思うんで。あ、売ってるわ、卵、普通に。売ってるわ、普通に。はい、卵普通に売ってますけど、行列ないです。はい、普通に卵市場でありますけども、170、169変わんないですね。で、行列もできてません、普通に。はい、残念ながら。行列ないです。はい、ロシアの市場の雰囲気はこんな感じですね。こんな感じです。
って寒いんで長くは取りません。まあ冷凍の魚こんな感じであったりして、あーこのベリー系いいですね。ベリー系めっちゃいい、はい、ということで残念ながら市場に卵行列できてなくて、値段も大して高くなくて普通でした。ということでまたこのようなニュースがあったら調べてみます。ではまた。チャンネル登録お願いします。